全国的に活躍するお笑い芸人ウーマンラッシュアワーの村本大輔さんとセアロガイおじさんで知られるリップサービスの江守光介さんの2人が明日那覇市でライブを開催します。新型コロナの影響でライブイベントが相次いで中止になるなど大きな影響を受ける中、2人が伝えたいこととは。山内記者のリポートです。現在沖縄が抱えている問題はって僕が言うんです。相方が、高いのはヘリパッド問題つって辺野古の移設問題みたいなことを言うわけですよ。そういうことを言って、アメリカに思いやりを持つぐらいなら思いやり予算ね、沖縄にも思いやりを持てようこそ沖縄へって言ったら拍手止まらなくなった。情報量多くて全般出番かもしれんけどのっけから全てを把握しようとせんで、これはええと思う。あのバイキングと一緒よ。楽しいバイキングもこれ全部食えって言われたらもうただの苦行やん。せやからまず自分の気になる争点を見つけてみて、各政党各候補者の考え方の違いを見てみたらええと思う。せやない。明日那覇市でライブを行うのはウーマンラッシュアワーの村本大輔さんとセアロガイおじさんことリップサービスの江守光介さん。全国的にも人気の村本さんに出演を打診したのは江守さんからでした。そもそもやっぱあの人漫才で日本一取ってるんですよね。まあ、いかにこう大きな笑いを効率よく、取るかっていうところはもう本当に日本一なんですよね。でそれをこの日本で起きてる問題とかこう政治とかそれこそも宗教とかそういうことを題材にしてもその力をちゃんと発揮してお笑い大きいお笑いを起こすっていう。やっぱり笑いっていうのは緊張からの解放ですから、お笑いってなんかこうただただバカなことやって解放してくれるってイメージじゃないですか。そこで急に今日なんかもうウクライナがとかあって緊張がパッと走る時があって、そしたらみんな喋ってるとみんな聞けるんですけども、やっぱどっかで緊張から逃げ出したいみたいなのがあって、その時に最後にオチをバーンってやったら緊張からブワッと放たれて逃げ出すわけですよ。コメディーは緊張からの解放ですよ。今月末からコメディの本場アメリカで挑戦することを宣言している村本さん。賛否が割れる社会問題や政治性を含んだ話題にも向き合い、ネタとして取り上げてきました。やっぱり日本人がよく外国に行って一番恥かくのは自分の国のことを喋られないみたいな、今までそういった政治とか社会とかそういったものを日常会話として持ち込んでなかったせいで、だからそのせいで例えば俺がなんかこう沖縄の米軍基地の話なんかは沖縄の人と喋って沖縄の話として僕は人の話でやってるのに、それをテレビでやった時に政治的なネタとかっていうことを言われると、ってことは普段から政治的な話をしてないせいで特別扱いの特別なネタになっちゃって、普段から日常の中で喋ってたらそれは普通のみんなもやってるような会話の中のただのネタなわけですよね。セアロガイおじさんこと江守さんもまた歯に衣着せぬ物言いで全国で人気を集めています。沖縄をはじめ日本に住んでる人たちがどんなにコロナ対策頑張っても米軍基地が水際対策の穴になってる状況が変わらへんかったら同じことが何回でも繰り返されても、せやから米軍と日本政府と基地のある地方自治体がしっかり連携取って検査と隔離徹底できる体制整えて。常にネタにするのは弱い方じゃなくて強い方をネタにしたいんですよ。弱い方をネタにしたらやっぱりこれいじめになるし、だから強いやつらがむちゃくちゃやってるのをバカにするっていう、ちゃちゃ入れるっていう、これがやりたいので。しかしコロナ禍の中ネタを披露する機会は激減しました。去年この全国ツアーを僕ソロのトークライブでやろうと思って全国いろんなところ会場を抑えて、で使用料前払いして告知のなんかチケットサイト全部設定してリリースバーンってやったら緊急事態宣言みたいなで全部キャンセル、キャンセル料ボン、売ろうと思ってたグッズのタオルの段ボールがお家にいっぱいみたいな、タオルと一緒に今生活してるという状況なんですけど、このコロナ禍でオンライン配信っていうのが主流になって改めて気づいたのが、お客さんってもう一番の共演者やなっていうのをちょっと思ったんですよね。僕たちがパフォーマンスをしてそのリアクションが返ってきて、でそのリアクションで我々がこうさらに乗っていいパフォーマンスをしたり、お客さんがいないってことは一つの強力な共演者がいないっていうことなんだなってことで、常になんかかけた気持ちでライブやってましたね。一方村本さんはコロナ禍以前から公演で全国を回る傍ら
その地域で暮らす人たちと対話し、声を聞いてきました。福島とか行って、震災の後とか行って、被災者の人と一緒に酒飲んで喋ったりとか、やっぱそういったところから毎回心が動いて、心が動いたらやっぱ手が動いて、手が動いたらネタを書いて、やっぱ心がまず動かないとネタができないんで、喋ってていつも思うのが、やっぱ賛成も反対もすごく難しくて、その複雑な中でなんかこうずっとモヤモヤしてる人の話の方が心にバシンときて、自分の子供はなんかそれこそ米軍基地で働いてるし、でも個人としてはやっぱそれはやめてほしいし、まあ、この複雑な声なき、それこそが声なき声なんじゃないかなって、でそれをコメディとして自分ごととして言うっていう、さまざまな声に心を揺さぶられて世に送り出してきたネタは、時に物議を醸し誹謗中傷にさらされることもありました。いやライブ来たら絶対笑わせるよと思いますよね。なんかそれこそやっぱ今百聞は一見にしかずっつってね、やっぱライブも来てないのに百聞千聞一万聞ぐらいネットで全部情報を拾って、一見もせずになんか世界を決めつけることが集まってるじゃないですか。一回ライブ来て、そうそう、1億分は一見にしかずですから、一回見てもらいたいなと思いますよね。笑わせるんでネタでちゃんと、だからね、そうそうそう、だからライブっすね。果たして2人はどんな笑いを発信するのか、その声が聞けるのはライブ会場だけ。イベントは明日開催です。村本さんが以前全国放送で沖縄の基地問題を扱ったネタを披露しているのを見て、お笑いでこんなことができるんだとものすごく衝撃を受けたんですけれども、まあ、そういったネタを見て問題に関心を持つ人もいると思うんですよね。まあ、この社会に鋭く切り込んでいく2人が合わさることでどんなライブになるのかも非常に見ものですよね。お二人の本を読むと、自らの足で現実の痛みを抱えている場所に足を運んで話を聞いているお二人に共通するのは優しさなんだなとしみじみ感じました。